こんばんは。お元気でお過ごしでしょうか。ときめき情報の土川優子です。さあ、今日のときめき情報はプロレスファン必見でお伝えしてまいります。スタジオにはビッグなゲストをお二方お迎えしています。ご紹介しましょう。 UWF インターナショナルのプロレスラー山崎和夫選手です。どうもこんばんは。こんばんは。今日はいろいろとプロレスのことを教えてください。はい、よろしくお願いします。そしてお隣は宮戸優子選手です。どうもこんばんは。よろしくお願いします。今日お二人ともビシッとスーツで決めてくださいました。さあ、それではお二人が今ご活躍中の UWF インターナショナルのプロレスシーンからじっくりとご覧いただきましょう。大変な人気なんですが、あの山崎さん、この UWF インターナショナルはどういった特徴を持っていらっしゃるんですか。はい、最強の格闘技を目指して、キック、投げ、関節技により、リング内だけではっきり勝負がつくプロレスです。なるほどね。はい、これこそ格闘技といった感じのものですね。はい、そうです。はい、まあ、UWF インターナショナルの、まあ、あのリーダー的存在は高田信彦選手なんですけれども、あの宮田さん、あの高田選手というのは宮田さんからご覧になってどういった選手ですか。まあ、僕から見ましたらもちろん大先輩ですから、もうただの強いの一言になっちゃうんですけど、もともとは、新日本プロレスでアントニオ猪木さん、それからプロレスの神様のカール・ゴチさん、そういう人と一緒に練習されてた人で、その後前の UWF というのがありまして、そこで前田明さんを破って、まあ、UWF の実力ナンバーワンについてた人なんですけども。ね、まあ、その実力ナンバーワンの高田選手、いよいよ12月の22日に両国国技館で、まあ、格闘技世界一決定戦という、まあ、企画で、まあ、プロボクサーと対戦するんですが、これはどういったことで始まったんですか。やっぱり今プロレスいろいろブームとか言われてるんですけど、まだまだいろんな、ね、偏見や誤解がプロレス界に対してありますんで、それにやはりこれだけ、ね、実力僕ら持ってますから、それでやはりプロレスこそ、ね、最強であるというのを、その戦いを通じて、ね、証明していこうと、そういうことです。ね、あの対戦相手のバービック選手、プロボクサーですけど、どういった選手なんですか。アリを引退に、ね、追い込んだ男っていうんで、はい、まあ、元 WBC の世界ヘビー級チャンピオンで、もちろん現在も現役で活躍中です。まあ、あのプロレス対プロボクシング大変見ものなんですけれども、どういった試合になるんでしょうかね。まあ、とにかくパンチを、ね、もらってしまったら怖いですけど、とにかく僕らプロレスこそ最強だと、信じてますから、まあ、当然この試合は高田さんが、ね、勝ってくれるとみんな信じてます。はい、まあ、あの12月の22日にはお二人ともあの試合に出られるということなんですが、あの山崎選手はどういったこうコンディション作りをなさるんですか。もう毎日走ったり、ウエイトトレーニング、スパーリングなんかで、一生懸命練習してます。はい、ですよね。あの宮田選手はどういったこう体力作りとかなさるんですか。そうですね、まあ、とにかく一生懸命試合で勝つために頑張るだけです。精神的なものもいろいろあるでしょうね。はい、はい、じゃあ試合の方もあの頑張ってくださいね。はい、ファンの方も大勢応援に行くと思います。さて、それではこの12月22日に行われる格闘技世界一決定戦、詳しい日程です。UWF インターナショナル格闘技世界一決定戦は12月の22日6時30分から東京両国国技館で行われます。お問い合わせは UWF インターナショナルまたはテレビ東京までどうぞ。それではお二人にお付き合いいただきまして、これからコンサート情報をお届けします。こちらをどうぞ。彗星のように現れたシンガー五島よし子、心にしみる彼女の歌声を聞きに行きませんか。コンサートは12月3日クラブクワトロで。豊かな感性と充実した歌唱力で幅広いファンを持つ高橋真梨子、彼女のコンサートは12月4日大宮ソニックシティ大ホール。ファーストシングル「ラブ・アンダー・アフェクション」をはじめ多くのヒットを飛ばしているバンドネルソン、来日コンサートは12月6日10日サンプラザホール、8日神奈川県民ホールで。アン・アキコ・マイアス、豊かなメロディーを奏でる美しく才能にあふれたバイオリニスト、彼女のコンサートは92年3月2日サントリーホール、17日東京芸術劇場で。
今日のときめき情報はプロレスファン必見でお届けしましたが、いかがでしたでしょうか。お二人ともありがとうございました。それでは最後にですね、ぜひファンの皆様に一言ずつお願いしたいんですが、では山崎選手からどうぞ。はい、みんな一生懸命練習してますので、ぜひ、12月20日、会場の方に見に来てください。はい、ありがとうございます。そして宮藤選手、とにかく、プロレスが最強であると信じてみんなやってますんで、応援してください。はい、どうもお二人ともありがとうございました。試合の方頑張ってください。それでは失礼します。